まあ、マックの会話みたいなもんや。あれ行こうかな、ちょっと本当に連れてってもらおう。バスで行けばいいの。バスで連れてって。いやいや、電車かなんか。いや、わからん。団体で行くの。団体団体。なんか博士課程があるんよ、東工大に、原子力のスペシャリストじゃなくて、なんか原子力の、いや安全のなんか部門のなんかやばい感じのあるんで、で会費払えば連れて行ってくれる。いや違う、の博士課程があって、それのシンポジウム、国際シンポジウムがあって、あんた行ったらさ、助教授かなんかと間違えられるよ。いや僕はジャーナリストでしたってなんとか教授って言われて間違えられるやった。間違えるわけない。偽教授にはみんな知ってるんだから。まあなんか変わった人っていうことで認識するかもしれない。あのちょっと変わった人って言ってね。はいはい、連結が外れんようになったから、またいつ外れるかわからんのね。あれウォシュレットがあればいいのにな。ウォシュレットにしたいんだけどね。いつも肛門が綺麗だとね、いいよ。やっぱり10万するんじゃない、あれ工事からなんかでしょ。でも大学とか、大学とかはあんまりウォシュレット見たことないけどね、大学とかで。大学で？あのレストランとかね、モスバーガーとかね、モスバーガーとか。だって一概のモスバーガーでいきなりウォシュレットが出てきてね、もう水で焦ってね止められんでね。すごいあれ。焦るよ。知らんかった。脅しみたいな。ウォシュレットは昔からもう20年ぐらい前からヒントしよったんだけど、うちは無理がねえやった。うん、あれ完全になんかあれやね、浸透しきれないね、ウォシュレット。自我でしたほうがいいんだよ、あれ。うん。なんか完全にあれ、テレビみたいに占領しないじゃない。今ね、ほとんどウェスレットの家が多いよ。ほんと？いや、大学とかほとんど違うよ。あれは公共施設なんて金がいるからってあれやけど、私の知ってる人の家は、いや、大学って言ったら失礼だから、普通の図書館とかも全然違うし。いや、昔はほら、和式が多かったでしょ。昔の話。もう一番最初の社宅は和式だったの。これで20ウォシュレットティッシュがいるんじゃない。ティッシュが。だけどあんたなんかはもう洋式しか覚えてないじゃろ。もう洋式しか知らんで大きくなった世代。あっちらの方の頃は全部和式だった。水洗でもないんだから昔は。考えられんじゃろ。考えられる、知ってる。推薦じゃないよ。知ってるよ、もう。おばあちゃんち。おばあちゃんち。おばあちゃんちでしたこと覚えてる。覚えてるよ、もう。怖いボットンベイちゃん。昔の人は下がるわけですね。そうすると、汚染水の水位の方が高くなってしまう。そうするとどうなるかというと、汚染水が地下水の流れの方に出てきてしまって、ここがみんな汚染されてしまう。高濃度のものが一番嫌なものが出てしまう、はい。高濃度のものが建屋の外に出てしまう。で、まあ、例えばこの凍土下水でいくとですね、海側なんかがちょっと破れてしまったとか、あるいは氷が溶けてしまったとかというと、それが宇宙に流れてしまう。
ということで、ここを一番あの原子力規制委員会なんかを心配していて、でこれをどちら側か、海側から止めるのか、山側から止めるのかということで、ですね、すごく議論をしていたんですけど、やっとこの海側の凍土遮水壁の海側から凍らせていこうということで、ようやっと進みつつあるというわけなんですね。まあ、それとってどううまくいくかまだ分からないわけですけども、実際どうですか、タンクが、まあ、あれだけたくさんあってあふれる、はい、で、たくさんあってもう1000近い。はい、ここどこまでどうするんですか、このタンクの水は。タンクの水はですね、まあ、これはあの最終的に決めたわけではないんですが、無限に増やすことはできませんし、今あの処理をしているわけですね。で処理をしてもどうしても取れない物質があります。トリチウムという物質があるんです。ここから取れてるんですね、はい。でまあ、しかしですね、高い濃度の高いものを外に流すよりも濃度の低いものを減らした方がいいわけですね。同じ一つのタンクの中に濃いものをやっぱりキープしておいた方がいいわけです。薄いものをのためにたくさんタンクを増やすということはできないので、うん、はい、つまりもうはっきり言ってしまうと、今考えられているのは、まあ、処理の終わった63の放射性物質がの中から62を除いたそのトリチウムだけになったものは、一定程度薄めて、そして、まあ、海にこう放出していくということしか方法はないだろうというふうに言われています。いろいろ議論があります。トリチウムという物質は非常にあの水の形で存在しますので、あの人体にどういう影響が軽いという人もいるし、いやそうではないんだと、非常にあの重要なんだという人もいるし、これはまだ決着がついていませんが、いずれにしても、減らしていかないと、今76万トンあります。76万トンです。見当もつきませんけど、すごいような金みたいな。もう一つ、あの私やっぱり行って実感として一番感じたのはですね、手袋がですね30、靴下も20、そして防護服を着て、マスクをして帽子をかむと、まあ、それだけのものを私一人で使って捨てるわけですね。一日に6000人7000人作業で、はい、全部捨てるわけです。1回でも捨ててしまう。捨ててしまう。ですから、瓦礫もいろいろあるし、そうしたものもどんどん溜まってくる、はい、ものが、水だけじゃなくて、はい、これはどうですか、はい、福島第一原子力発電所から出た廃棄物を今全部あの管理されている。なるべくそれを焼却したりしてですね、容積を減らしてためようというんですけれども、まあ、あのさっきあの敷地の中、本当にあの木がなくなって、そういう伐採をするんですね。それからあの放射能ってなくなるわけじゃないんですね。その処理をしても、処理した、出たスラッジだとか、それからフィルターだとか、そういうものがたくさん溜まってます。それは今管理していて、これからそれをどうしようかというのを検討をようやく始めるか始めないかというところですね。さあ、お知らせの後は放射線量が極めて高いところで働く作業員たち、今後どのように確保していくのでしょうか。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。おいしい。うん、うまい。おいしい。大正製薬のグルコケア、ウイスタイのこだわり。水と気候に恵まれた静岡本山畜産の茶葉を収穫から4時間以内に、一つの新製法が実現した。